日本東京都府中市武蔵台武蔵台は東京都府中市の地名。現行行政地名は武蔵台1丁目から武蔵台3丁目。郵便番号は183-0042。府中市の北西部に位置する地域である。南東から時計回りに境町、晴海町、東芝町、西原町、北山町、国立市東、国分寺市内東、国分寺市日吉町。 国分寺市西国学部国分寺市泉町及び国分寺市西本町に隣接する。府中市で唯一中央線を北側に越えた部分が属している。東八道路など通行車両が多く、幅が広い道路が横切っているが、町内の多くは完成な住宅街と病院、学校、雑木林である。玉川の川岸段丘であった。 国分寺が気仙面に接しており、北部に向けて標高が高くなる。町内には、府中市内最高標高82メートル地域を含む。町内と周辺には、多くの遺跡があり、2丁目から発掘された、武蔵大遺跡からは、旧石器時代、平安時代の遺跡が発掘されるなど、町内と周辺は、遺跡群を形成している。武蔵大公園。 武蔵大遺跡公園などの公園があり、町内の一部は梅や桜の見どころにもなっている。武蔵大公園は、東京都から府中市が仮受けて1968年にオープンした46,835平方メートルの公園で、小並くぬぎ赤松がそのまま残っており、かつての武蔵野の姿をとどめた雑木林が中心となっている。明治百年記念モニュメントがあり、 府中30系の一つである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、武蔵台二丁目16番12階の地点で28万7千円平方メートルとなっている。屋敷分村に府中駅に合併の一部と元宿村の一部にまたがる地であった。東隣には武蔵国時代の古代感動が 南北に通って奥に魂神社までつながっており、この道の東西には、武蔵国国分寺跡、国部天寺跡があり、日田義貞が、奪い河原へ攻め込む際に、夜が明けた、白明坂も存在している。武蔵の大地に位置することが、地名の由来であり、1961年に、大技、府中、元宿の各一部から武蔵大の町名が成立した。 武蔵大は発足当初1丁目から4丁目まであり、そのうち武蔵大4丁目は1965年に国分自身へ編入され、1966年から1967年にかけて西国学部1の4丁目、日吉町1の4丁目へ再編された。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。